今回は前から弾頭を突きつけられた場合、またはピストルを突きつけられた場合、横から、左から、右から、後ろから弾頭を突きつけられた場合の話、これをどう対応するか。これまあそういう時の技やけど、その技はまた他でも使える。素手と素手でこうやって対応してる時も使える。だから一つが分かれば全部が分かる。また一つをまず理解できるかどうか。それでこれは今回はまあ担当でも言った、突きつけられた。でまあこっちがどんな格好しとってもいい。手下げとったけど、手上げとったけどもいい。鼻でも色とったけどもいい。な、何でもいい。耳かいとったけどもいい。何でもいい。何でもできるようになる。まず一つ、そこからが最短距離。こういうのは最短距離。で、こう、次がある。これなら、な、最短距離で次がある。こういうふうに筋を外す。これなら。その次は、体で筋を外す。体で筋。この時はどちらかというと、後ろへ行って筋を外す。ちょっとな。ちょっと後ろへ行って筋を外す。ちょっと後ろへ行って筋を外す。なぜ後ろへ行って筋を外すか言うたら、疲れる時間もちょっと遅くしようねな。それで、まず力を抜く。気は抜かない。動作は素早く最小限に止まることがない。そしてこの手が問題だから、イーチと言ったらこの手イーと言っては力入れないか、軽く握ってこう言ったらいいし、あるいは持ち替えてこうバラという顔をやってもいいな。こうこれやったらもう一回、これやったらこうしたらいいしな、あるいはこれやったらこうしたらいい、どっちでもいい。こうしたらいい。あるいは、こうしたら。何でもいい。ただ、ピストルだと、こう上から下へ落としてもいいけど、ピストルだけはボンと折っても気を。担当の場合は流れる。思い切って言ってみ。パーッと、めっちゃ流れる。けど、あんまり目の前に立たん方がいいな。筋外してへんねんから、これはな。それで、連続して、パカンっていく。な、パカンっていく。はい、ここから。パーってこれ。いいか？今も、早かったな。あ、これ、パーパーこれ、パーパーこういうふうに担当の手が握るんだけど、力入れない。押したら押さしたら、ついでいく。引かしたら引かしたら、何でもいい。で、ここやここやここの力抜いちゃって、こっちは自由でも、うんうんと。筋を外して、それから手で外してということ。できたら手で外せずに崩しとったらいい。な、力抜く、最短距離。あと連続、な、断身あり。だから、さあ、ちょっとぶっちゃーってこれでね。なんだか、これでもう五代さんから反撃ができない。これ、よくからでも同じ。これ、よっかしないな、はい、がっついてくるぞ、ふっついてくるぞな。この時は、こうなったらこっち側でやるかと、左手ではやれない。こうなったら、右手でやるかと、左手ではやれないな。で、これも筋張りした方がいいから、バッて、ふっついて
あんまり、これでこういう方法もあるけど、後ろは歩かん方がいい。後ろはちょっと前。前だ。こうやったら、前の手だから。それで、あとは迅速にやる。例えばこれから、はい、つけよう。うわーうわーとか言うて。こうなってくる。だから前とここまで入っとく。これ、前に入ったらいいやつ。これで、うわーこっち入っとく。こういうふうに。そういうふうに、入ったら迅速にな。バーッと、バーってやったこれでいい。今日のパレットな。だから後ろはこれは一回すり外すために回転させて、回転した時にこれをやる。でもう一回ここにということで、これはちょっと行動面積が広いだからやると、もうこの時に腹を切る。これに。担当だから。担当を持つ手は、なんとか軽くでも押さえとかんといけない。これ勝手に振り回されたら危ない。だけど軽い力で押さえとったら、もう相手の好きなようにさせておいたったらいいから。その間に2、3発打ったらもう相手はやる気なくなる。で、これ今、はい、こっちへ回ったけど、反対側回ったらいかんのかって、今こう、これ、うわーってこれ、はい、それで、これもう迅速に回る。いやー、うわーって、それでいい。な、これ、こっちへ回ったな。あれね、こっち側やったら、うわーっ、うわーっ、書いていい。な、こういうふうに、で、これ言うたように、今、担当を突きつけられた時の話だけれども、前後左右から、これ一つやったらいろいろ応用ができる。例えば、手を挙げてば、終えたら突くぞ。俺動いたらついてくるな。動いたらついてくるな。これ離れると、今さっき強い。今さっきこうやった。この前に、うよーうわーって聞こえてますね。これ、これで、筋を外して最短距離を取って、こういうふうにやれるな。それから、はい、つくぞって言われたら、ほらって、つらっってとこに行ってもらえ。素手でも、こんなに。はい。で、動いたら、ついとくぞ。動いたら、わーって、うわーって。こういうふうに、今言って、受けて筋を外して同時に。で、ブーンって、テンポが入らなかったよ。はい、これ、はい、また。ああ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 ってこうやって。こういうふうに、テンポが速なかった。痛くないな。そういうふうに、テンポが速なかった。これを、はい。ああ、ポンポン、出やとったらええな。なんぼ力って、しっかりやってもあかん。あのスピードやったら。な。うぅっていうけど、終わりっていう。うぅやったぞ終わりって言うようにやってほしい。な、やったぞ終わりって。もうそれで終わり。そういうふうにやらんと、あ、話は担当を前後左右から突きつけられた。ピストルを突きつけられたという話から始まっているけれども、担当が離れてもいいし、素手で離れてもいいし、取ってきた他のやつも応用できる。そういうふうに、ちょっと今まで話したやつ、
全部一つできたら応用できることが多いから、もっと広いよね。まず一つを完全に覚える、それできたら広げるという勉強の仕方が大切です。終わり。